私はご都合主義な解決担当の王女である、星に、B でいるなカップリングを楽しむ世界でありとあらゆる主要人物が B でいるなつがいになります。当然子孫が生まれないその世界では王家は歴史を紡ぐことができず一代でダメをべらします。そんな B でいるな宿女の楽園の矛盾を解消するために王族の女兄弟が子供を産む機能をすることで B でいるな世界の中で、王子の王家の仕事のために汚らしメスと愛のない交尾をせずに、男同士の純愛カップリングを楽しむことができる婦女子の楽園を生み出すことに成功。そんな世界に世継ぎを残すだけの役割の王女に婦女子の主人公が転生したことで自分が好む世界の矛盾を一身に受けるシナリオ。シナリオの取っかかりや世界観、またメスが作ったメス向けの話なので性差別だとか僕一部の過激派にファビョンられない設定がディモールトベネ。シナリオはひたすらホモじゃない男性を見つけて普通恋愛を楽しみたいという腐女子の不信を書いているのですが、なぜかやることなすことすべてがこの腐女子の楽園を脅かすような振る舞いとして描かれており主人公は自己保身をしてるだけなのに、反乱分子の急戦法に向かっていきます。読み手だったら楽園のような世界でも、自分たちのご都合を守るために生み出したモブの当事者になるのはごめんだ。といったご都合主義な展開や話が面白く、勘違いなろう系 BL 部門で上位に食い込む作品。